トマス・ダンホースは、イングランド領マサチューセッツ湾植民地の政治家、ハンジ、地主である。保守的なピューリタンとして、長年植民地の評議員、ハンジを務め、イングランド国王の植民地に対する支配権を行使しようという試みには反対派を率いた。植民地の中央部で所有地を増やし、それがフレーミングハム町の一部になった。 ダンホースの政府における役割には、植民地が購入した、現在のメイン州の領土の管理が含まれていた。セーラーム魔女裁判の時には、ダンホースが判事であり、植民地を指導する人物だったが、弔問心理判定の席には座らなかった。これにもかかわらず、アーサー・アミラーの戯曲、ルツボや、その本案映画、クルーシブルでは判断の席に着いたことになっていた。 そこでは厳しく傲慢な判断を行ったことになっているが、実際には裁判を行うことに批判的であり、裁判を終わらせる役割を演じたと記録されている。トマス・ダンフォースは1623年11月20日にイングランドのサフォークにあるフレームリンガムで洗礼を受けた。父はニコラス・ダンフォース、母はエリザベス・シムズであり、その長男だった。1634年、 ダンフォースは父、弟のサミュエルとジョナサン、姉妹のアンナ、エリザベス、リディアと共にニューイングランドにおそらくグリフィン号で移民してきた。一家は200人かそこらの乗客と共に船に乗り、ピューリタンの信仰ゆえに迫害から逃れてイングランドを離れた。ウィリアム・ロードが1633年にイングランド国教会の大主教となり、 ヒリッ主義者の宗教監修に対する排斥をはじめ、それが新世界に向けたピューリタンの移民の波を促進させた。ハーバードカレッジの認証上父のニコラス・ダンフォースは、マサチューセッツ湾植民地に到着してから間もなく、ケンブリッジで土地を取得し、町の指導者の一人となり、植民地議会の議員になった。父は1638年に死亡し、土地と幼い兄弟姉妹の世話を、 トマス・ダンホースに委ねることになった。1643年、ダンホースは植民地のフリーマンとして認められ、投票権を与えられ、植民地の政治に参加することができるようになった。1650年にハーバード・カレッジが認証された。時に、その財務官に指名された。1669年から1682年には、このカレッジの出事を務めた。 1659年から植民地の補佐評議会に入り、1679年には副総督に選出された。1665年、現在のメイン州南部の領土について、マサチューセッツの権限拡大を監督する委員会委員となった。その領土は測量士によって、マサチューセッツの領土内に入ると判断された。ダンホースの政治と宗教は比較的に保守的であり、 ある歴史家はマサチューセッツ政界のジョンピムと表現している。1661年、植民地はイングランド国王チャールズ2世からクエーカー教徒に対する非道な処遇のゆえに植民地認証を取り消された。植民地政府は処刑すると脅してクエーカー教徒を領土内から追放しており、その処置に対して繰り返し遺廃した者4人を公主刑にしたばかりだった。 国王はその文書で植民地はクエーカー教徒などが信教の自由を表明することを認めるよう要求した。ダンフォースはこれに対して編書を作成するために設立された委員会に入った。その委員会が起草した文書では植民地政府はその方がイングランドの方と矛盾した場合を除いて基本的な主権があるという保守的な宣言を行うものだった。 国王の文書が届いた時までに植民地政府はすでに違反した者に対する厳しい懲罰を緩める処置を行っていた。判事のサイモン・ブラッド・ストリートと牧師のジョン・ノートンという二人の委員がイングランドに派遣され植民地の言い分を論ずることになった。1675年、多くのインディアン部族がニューイングランド南部のイングランド人開拓者に対して起こした。 フィリップ王戦争が始まると、ダンホースも、この戦争のいくつかの出来事に関わった。多くの開拓者は祈るインディアンを信用せず、同胞の町への攻撃に対する報復を求めた、イングランド人開拓者のボートに襲われた部族もあった。ダンホースは、ダニエル・グッキンやインディアンへの伝道師、ジョン・エリオットと共に祈るインディアンの強い支持者であり、ある程度のリスクをとしてでも過剰な反応を、 防止するために動いた。ある場合などは、ダンフォースがボストン港で他の植民地駅人たちと共に小さな船に乗り、安全のためにロング島に移住させられたいルるインディアンの施設を検査しに行く途中で、近くにいた船が明らかに意図的に衝突してきたことがあった。この事故で誰も怪我人は出なかったが、年配の役人すべてが港の冷たい海中に落とされることになった。 1680年、ダンフォースはマサチューセッツ議会からメイン地区の総裁に選定された。植民地は以前この領土を統治していたが、この地域に長く領有権を主張していたフェルディナンド、ゴージズ教の消権者による抗議で、この地域の統治権はチャールズ国王から剥奪されていた。その後、マサチューセッツの代理人がゴージズ教の消権者から土地を購入し、 ダンフォースがその管理人に指名された。フィリップ王戦争の間にその領土は荒れ果て多くの資産が放棄されており、ダンフォースは実質的に領主として行動し、土地を払い下げ、ファルマスやノースヤーマスなどの町を再建させた。ダンフォースはその行動の報奨としてカスコ湾の島を植民地から払い下げられ、1686年まで監督していた。 1670年代、マサチューセッツの指導層が、チャールズ国王から要求された、植民地管理体制の変更を断固として拒否した。チャールズは代理人、エドワード・ランドルフの示唆により、信教の自由に関する、具体的要求を次第に増し、公開法と呼ばれる、植民地公益規制に固執することを要求し、植民地認証の返還を要求する。 権限開事例上を発行する準備をした。ダンフォースは国王の要求を入れることに反対する者たちを指導する一人になった。問題は1684年の選挙で頂点に達した。この時ダンフォースは強硬派を代表して総督選挙に立っていた。この時若い派のサイモン・ブラッド・ストリートに僅差で敗れたが副総督の地位は維持した。 植民地の節度を求める試みは虚しくなり、1684年6月18日に植民地認証状が正式に無効化された。1686年、国王ジェームズ2世がニューイングランドすべてを統治するための新しい生態としてニューイングランド自治領を設立した。マサチューセッツ生まれのジョセフ・ダドリーをその初代総督に指名した。 ダドリーは、その年後半には、エドマンド・アンドロス教と交代させられた。ダドリーもアンドロスもその総督評議会からダンフォースを排除し、その地位を王室の役人に回した。選挙で選ばれる議会を持たなかった、自治領政府は、様々な理由で、マサチューセッツで極めて不人気だった。名誉革命によって、ジェームズを敗位させた時、マサチューセッツのピューリタン指導者が暴動を組織して、 アンドロス、ダドリー、その他自治療の役人を逮捕させた。自治療の崩壊から1692年に、マサチューセッツ湾直轄植民地が設立されるまでの間、旧植民地政府が暫定的に再建され、ダンホースは任務に戻った。1692年、ダンホースはセーラムで起きた魔女騒動の初期に総督代行を務めていた。ダンホースの名前は、 4月11日の法廷審理を見学した評議員の一部としてセーラムの裁判所記録に一度だけ現れている。しかし、ダンフォースの関与はマサチューセッツ湾直轄植民地の新しい認証の下で初代王室指名総督としてウィリアム・フィップス卿が到着した5月で終わっている。その後すぐにフィップスが設立した 特別聴問審理判定には任命されておらず、しかもダンフォースは、ウィリアム・ストートン判事が遂行した、原始証拠を受け入れるという議論の多い魔女裁判のやり方に反対した。1692年10月8日に、トマス・ブラトルが書いた手紙で、ダンフォースは、全く蒸気手続きを非難し、その判断を自由に述べた、理解し、判断し、経験差のある。 選ばれた者の,の集団にあったと表現されている。聴聞心理判定の裁判が停止された後で、マサチューセッツ最高司法裁判所が創設され、1692年12月、総督評議会の表決で3秒差で、ダンホースを破って、ストートンが裁判所長官に選任された。1693年初期、ダンホースは、ストートンが主催し、 魔女裁判の審問を続けたが原始証拠を受け入れることはなかった最高裁判所の法廷に座った。この時までにヒステリー症状は収まっており、法廷は魔女と告発された者たちの疑いを晴らした。ストートーンが被告に示された大社や御社に抗議して辞任した後にダンフォースが法廷を指導した。ダンフォースは告発された個人の求情にも同情的であり、 その中の幾人かをボストンにより、西の土地に移した。フレーミングハムのセーラムエンド道路は彼らが入植した地域にある。ダンホースは1644年に、メアリー・ウィジントンと結婚した。この夫妻には12人の子供が生まれたが、そのうち6人は3歳になるまでに死亡し、ダンホースの死後まで生き残ったのはわずか3人だった。 ダンホースは1699年11月5日に死んだ。1660年代、ダンホースはボストンの西にある土地の取得を始めた。当初、ダンホースの農場と呼ばれていたその土地を1670年代にその生誕地に敬意を表してフレーミングハムと呼び始めた。ダンホースはケンブリッジに住み続けたが、フレミングハムの土地を開発して、 総面積は1万5000ーカーになり、それを分譲するよりも999年リースで貸し付けていた。1690年代までにその土地にいくらか不連続な多くの町が存在しており、政府に対して法人化を請願した。1692年にあった最初期の請願については、ダンホースの所有ではない土地も含んでいたので、ダンホースが反対し、 その後の多くの西岸についても隣接する町が反対した。フレーミングハムの町が認証されたのはダンホースが死んだ後の1700年になっていた。町の正明にはこの遺産を記念してダンホースの農場という言葉が入っている。メイン州、ダンホース町はダンホースにちなんで名付けられた。1975年に設立されたダンホース美術館がフレーミングハムにある。 アーサー・ミラーの戯曲、ルツボで、ダン・フォースは、セーラム魔女裁判を取り仕切った指導的司法官として描かれている。ウィリアム・ストートンはこの戯曲に登場せず、ミラーはダン・フォースを、正直だが傲慢でわがままな判事だと描き、その権限の下に多くの者が投獄され、公死刑の判決を受けたと記した。被告の一人、ジョン・プロクターは、自分が魔法使いであり、 他人を告発するという自白について、嘘をつくことと署名することを拒んで、議曲の最後でダンフォースの権威に立てついたとき、慈悲もなく公主刑の判決を受けた。議曲の導入部でミラーは、劇化のために幾人かの人物を組み合わせ、歴史的な性格には変更を加えたと記している。ミラーはこの議曲を1996年に映画化するときにその脚本も書いた。 その映画、クルーシブルの中で、ダンフォースという名前は主要な司法上の敵対者として残した。1957年制作の映画、サレムの魔女では、その脚本をジャンポール・サルトルが書いた。ダンフォースは、レーモンド・ルーローが演じ、監督も言った。ダンフォースの描き方は同じだった。1980年、BBC が制作したテレビ版では、 エリック・ポーターがダンフォースを演じて賞賛された。ありがとうございます。